みなさん、こんにちは。アリョーナです。今日はですね、結構ですね、私自身もちょくちょくテーマにすることですし、皆さんからもね、多くの質問が寄せられているテーマについて話したいと思うんですけれども、はい、本日のテーマはですね、まあなぜこの私がなんか日本の地方の活性化なんかをしたいかということについてですね、きっかけからもう最初から最後まで全てね、順番にちょっと解説していきたいと思うんですけど、なぜこの日本人じゃない私がそういうことを考えてるかっていうのが、おそらく皆さんの疑問なんじゃないかなと思うんですけれども、もう私にとって本当にもうそのようなことがね、なんか自分のこれからの将来のミッションみたいなようなことになったんですね。で、私はむしろもう私じゃなきゃダメみたいな感じで考えてですね、日本人じゃないからこそできることがあるみたいな風にですね、ドライでですねでは今日の本題に入りますが、まあそもそもなんで私が日本の地方の活性化をしたいと思ったか、本当に一番最初から話したいと思うんですけれども、私が、ですね、6年前に日本に来たんですけど、その時は大阪に住んでですね、で大阪に住みながらも京都行ったり、なんか奈良行ったり、神戸行ったりとか、本当にいろんな日本のですね、素晴らしいところに行って、で、その時からね、思ったのが、なんか日本って、まあ、そんなに広い国じゃないかもしれないんですけど、場所によって、なんかいろいろ違いますよね。言葉だったり、あと、じゃあ例えばお菓子とか、まあ、食べ物全般ですね、違ったりとか、あと例えば、そもそも常識が少し違ったり、っていうことに気づき始めたんですね、関西に住んでる時にね。で、実は関西住んでる時は関西だけじゃなくて広島とか岡山とか他にもいろんな場所に来たんですけども、大阪住んでる時代の一番大きな出来事はですね、四国への初めての旅でしたね。で、私がその時はロシア人のもう一人の女性とね、二人で姫路行って、そこから少し岡山行って、まあ、そこから2日間四国に行ったんですけど、初めてですね、この関西圏を離れて東京でもない大阪でもないところに行ったんですけど、そこでいろいろびっくりしたことありましたね。まあ、本当に例えば、まあ、電車の本数だったりとかね、結構関西と違ったんですけれども、でもすごく面白いなと思いましたね。あと街並みも結構なんか徳島とか大阪と違ったりして、それもまた面白いなって思ってですね。で、その時は確かに香川と徳島の2県に行ったんですけど、でも面白かったし、これからもね、やはりまだ行ってない残りの2つの県ね、愛媛と高知も来たいなとか。で、その時に日本の地方ってやっぱり面白いんだ、ここまで違うんだねって、関西から離れるとさらに違ってくる街並みだし、街並みとか料理とか人とか結構違ってくるから、面白いなと思って、でその時にね、以前にはチャンネルで話したことあるんですけど、全国の制覇ですね、しようと思ったんですね。私がちょっと完璧主義者っていうのもあって、好きなことがあると制覇したいとか完璧にしたいとか、そういう気持ちがすごく強い女性なんですけど、まあそうですね。で、その時ちょうど四国に行って、そこで日本の地方好き、よし制覇するぞみたいなことを考えてですね、で、その時は制覇っていう目標を設定してですね、でもまだそんなに深くなんか日本の地方のために何かするとかそういうことを特に考えていなくてですね、単純に、旅をして新しい発見をして楽しんで、ね、リラックスして気分転換もして、そしてまた新しい旅先を探してまた新しい県に行ったりして、その当時は日本の地方を楽しんでいる時期でしたね。で、2015年に私東京に引っ越したんですけど、東京引っ越してからなんか大学に通いながらモデルとかもしたりしていて、で、一回ですね、もう一つの私の考え方っていうか価値観っていうか、私に大きな影響を与えた出来事がありましたけど、それはあるですね、旅行雑誌のモデルに選ばれたんですね。
まあ、どういうことかというと、実際に日本の地方に行ってですね、でそこで、まあ、観光客役として撮影されて、でその写真がその旅行雑誌に載るっていう、まあそうですね、モデルの仕事として全然あるパターンなんですけれども、そういう仕事をいただいたんですけど、でその時はその仕事っていうのが、まあ、お世話になっている事務所に案内してもらったんですけど、私が内容見てですね、でそこになんか東北地方というふうに書いてあって、撮影の場所がですね、私がその当時は東北地方には一度も行ったことがなかったので、めっちゃ行きたい、いやこの仕事はめっちゃやりたい、本当に行きたいって思って、で事務所に言ったんですね。なんかもうすごく行きたいので、そのクライアントさんに私のこの情熱を伝えてくださいというふうに事務所にお願いして、で事務所が、あいいよありがとうって言ってくれて、ちゃんとクライアントさんに伝えて、でその仕事が私がゲットしましたけれども、でですね、私の東北の旅がその時に始まりましたね。でそれが多分2016年、4年前か、時間って早いですね。そう、2016年の冬なんですけど、でその時はですね、ちょうどね真冬だったんですよ。で東北の本当にいろんな素晴らしい場所に、でまあ、山形から始めて、そこから宮城県にも行って、で、岩手、青森、その時は4県だったんですけど、本当に、まあ、めちゃくちゃ綺麗な場所に行ったんですね。でその年は雪もまあ比較的にあった年で、まあ、それでは東北の方はいや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 、これは雪じゃないやみたいな感じで言ってましたけど、私から見て雪すごいなって思ってましたね。でこの真っ白の景色に露天風呂とか美味しい日本酒、そしてすごく美味しいご飯とか、あとすごいなんか情熱のある人とか、あとはその温泉以外でも綺麗な場所とかね、いっぱいあって、まあ、正直言ってその旅行が私の多分人生を変えた旅行だったんだと思います。でそれが本当は仕事の一環だったのに、なんか仕事以上に自分にとって、まあ、価値のあった旅だったんですけど、まあ言っちゃえばですね、もう私が東北に恋をしちゃってですね、もうあれ以来はねずっと東北マニアなんですけど、で私がその旅をしている時にですね、あることを考えたんですね。で思ったことは、こんなに素晴らしい場所、こんなに素晴らしい人、物、食べ物とかねあるのに、日本人ですら知らない方多いなとか、で外国人はなおさらこういう場所を知らない人多いんだろうなって、日本に来て東京、大阪、京都とか、まあ、その3つももちろん素晴らしい場所なんですけど、もっとディープな日本みんな知らないなって、でね、それを私がすごく残念に思って、いや本当にこのままにはできないなと思いましたね。でそれはぜひ変えたいなと思って、まあですね、でその情熱は今に至るんですけど、でその当時は、まあ、YouTube とかもやってなかったですし、何ができるかは全然わからなかったんですけど、とりあえずそういう思いがあって、その時はまだ私は全然制覇はできていなかったので、とりあえずはまだ行ってない県に行って、まずは制覇しようと思ったんですね。でその当時は私は本当に、まあ、貧乏学生ちゃんで、本当にあんまりその旅行に行く余裕がねそんなにはなかったんですけど、でも学校の夏休みの時に青春18切符で行ったりとかね、あとはすごく安い飛行機で行ったりとか、夜行バスとか、まあ大体その3つでした。私青春18、安い飛行機とバスですね、深夜バス、その3つで旅しましたけど、まあそれでなんとかね制覇することができましたね。で一部の県はまた仕事で何か行く機会があったりして、一部は仕事で行ったんですけど、でも大半は一人で、まあ、旅行バスとか飛行機でね行ったりして旅しました。でもやはりどの県に行っても思ったんですね、いやこんなに面白いのになんで人が知らない、なんで人が来ない、いやもっとなんとか元気にしたいっていう気持ちが本当にすごく強くて、それ本当何県に行っても何県に行ってももうねありましたね、その気持ちが今もすごいあります。でまあそういう情熱がありましてですね、で実際に私に何ができるのって私がずっと考えてですね、でずっと私が悩んだんですね、こういうことはしたい、なんとか日本の地方を元気にしたいっていう気持ちはすごいあったんですけど、でも私に何ができるのっていう、私は別に有名人じゃないし、別にそんなに大した経済力もあるわけじゃないし、
でも気持ちはあったんですね。でも強い気持ちがあったんですね。で、私がいつも、まあ、私を実際に知っている方だったらね、私が旅の話をどんだけパッションを込めてしているかっていう方もいるかもしれないんですけど、本当にいつも私が旅先から帰ってきて、いや、あそこね、本当に最高だよ、本当にもうたまんないとか、そんな話を人にしていると、気づいたことがあってですね、人がそれを聞いてくださって、興味を持ってくださるんですね。すっごく嬉しいことにね、私が行った温泉とかに友達がその後行って、あれをのところで見て行きたくなって行ったのよとか、単純に私に日本中友達がどの温泉がいいって聞いたりとか、で、なんか実は周りが少し動いてるようなことに気づいて嬉しかったんですね。つまり、その自分の情熱を伝えるっていうことに意味があるんだねって思って、じゃあこれからも日本の地方に対するその自分のパッションを人に伝えれば、もっとたくさんの人に知ってもらうんじゃないとか、なんとか少しずつ変わるんじゃないかなって思って、やっぱりそこが自分のミッションだなっていうふうに感じました。で、まあ具体的に私が何をしたいかと言いますと、本当にその地方のね、観光促進もしたいですね。それは外国人の方もそうですし、日本人の方もそうなんですけれども、で、面白いのが、その私が外国人であることによって、得られるメリットって言いますか。で、すごい自分が面白いなって思うのが、私、まあ一応日本人じゃないんですけど、でもやはりなんとなく白人の方の価値観もわかりつつ、なんとなく日本人の皆さんの価値観も私共有してるので、白人とか、まあ日本人じゃない方にも情報多分伝達できますし、でも今のように日本人の方にも情報を伝達できるっていうことが分かったので、それもすごくやはり力に思います。で、まあそういう私なんですけれども、将来はですね、自分の小さな会社を作って、その会社でまあ本当にすごくいいところ、すごく日本らしいディープなところなのにまだ知られていない、もう少し観光客を増やしたいとか、そういったような悩みのあるところを本当にいろんな人に紹介していきたいなと思います。で、例えばまあ地方に行かれる外国人で、でもちょっと日本語わからないし、ちょっと交通手段が心配とか、そういったような方向けに価値のある情報を発信したりとか、あとむしろ地方に住まれてる方と連携して、その地方の方がその観光に来た人のちょっとしたアシストヘルプするとか、まあ、いろんなことあると思うんですけれども、とにかくアリョーナは、まあ、そういったようなことをサポートしたいなと思っています。で、いつちょっと自分の会社を起こすかはまだ未定なんですけれども、まあ、正直なところちょっとそろそろなんじゃないかなと思っています。で、もう一つすごく大事なことを皆さんと共有したいんですけど、私が日本のその地方の活性化をやることによって3つの幸せが得られるんじゃないかなと思っていましてですね、それはどういうことかと言いますと、単純にその大好きな地方に行った私が幸せですよね。好きな場所に旅できるのって幸せですよね。でもその私が誰か違う人にその地方の良さを伝えることによって、その人も、あ、すごくいいところじゃない、私も行きたい、僕も行きたいっていう風に思ってくれて、その場所に行くとその方もちょっと張ってるじゃないですか。でも同時に、まあ、その私とか私の知り合いとか誰かがその地方に行って、まあ、そこで少しでも買い物したりしていると、その地方も潤うし、その地方もハッピーじゃないですか。人が来てるし、まあ何らかの現実的な効果をもたらすし、そういうことなんですね。要は私も幸せ、そう、地方に行った別の方も幸せ、地方にいる方も幸せっていう、なんか3つの幸せが得られるから、もう私にとってはそういったようなことは本当に今人生のミッションです。で、もしも今この動画を見てる方で、あ、私も僕もこのようなことに興味があるっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひコメントしてください。 YouTube ってね、いろんな人とつながることができて、こうやって私が情報を発信してる中で、もしかするとね、同じようなことに興味があって、ちょっとパートナー探してる人とか、そういう方がね、いらっしゃるかもしれないので、ぜひお話ししてみたいです。そしてですね、
すごくいつも見てくださってる皆さんに感謝を言いたいです。私がどっかに旅行に行って動画アップすると皆さんがたくさんコメントしてくださるんですけど、私が知らないいい場所紹介したりとか、そのどっかの地方の私にまだ知らない料理を紹介したりとか、いいお店紹介したりとか、すごく皆さんのコメントが私の新しい知識になるので、いつも読んでて、いや、こうやって動画発信してるだけでこんなに情報知ることができるんだっていつも読んでてすごい嬉しいです。なので皆さん、これからもね、ぜひ私にいろんな日本の面白いところを紹介してください。はい、今日はすごく長い話になりましたけれども、今日はですね、なぜこのロシア人の私が日本の地方を元気にしたいかということについて話してみました。私は全国を回ってですね、素晴らしい場所なのになかなか人が集まらないっていう場所をたくさん見てですね、なんとか元気にしたいってすごく心から思ったので、これからもね、何かそのためにできるように頑張りたいと思います。ぜひね、皆さんも私のことを応援してください。今日の動画はいかがでしたでしょうか。もし気に入りましたら、ぜひチャンネル登録といいねボタンお願いします。では今日も最後まで見てくださって本当にありがとうございました。また次の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。